どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。エリア13、やっていきましょう。キングギドラ戦。エリア内に反応。ほい。ゴジラです。今回は、あれですね、G ジェネレーター？違う、G エナジーのジェネレーターが、潜水艦の中にいるんで、なんとかぶっ壊しましょう。さあ行きましょう。早くも怪獣、さあ。来ました、キングギドラ。まずはちょっと一つずつ確実に、ちょっとデータを集めておこうかな。やっぱり。あ、間違えた。やばいやばい。普通にボタンを間違える。おー、いいね。間違えた。ちょっと下がらないと。くらえ！あら、外れてる？なんて。あ、ジェネレーターやっちゃった。まあいいやいや、それは。それはそれで。どうしないんですよ。ジェネレーター、なんだろう、キングギドラ倒さないと、ジェネレーター多分手に入らないんで。クリアにならないんで。よし。こうやって思うけどさ、こう、キングギドラの胸筋えぐいよね、なんて。よし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 。ディザスター、やばい、これがきつい。あと、よいしょ、ジェネレーターは後ででいいや。まずはちょっとデータを集めることを優先しよう。なんとかキングギドラのサイズは超えましたね。ひとまず。やばいやばいやばい、これまずいやつだ。あぶねえ。え、あ、なに、ジェネレーターやっちゃった俺間違えて。偶然。できればデータしっかり集めたいんですけどね。でもかといって、キングギドラ相手、そうやすやすと余裕こけるような相手じゃないからな。いたた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 た。やばい、追い詰められたらまずい。くわー、よーし、やってやったぜ。これが意外と当たらない。飛んだタイミングでなんかこう、尻尾を当てれば相当で、なんだろう、まあ、撃ち落とすという意味で効果的なんですけどね。これでちょっと距離を取って少し。とりあえず、端っこに追い込まれるのは良くない。おっしゃ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 、パターン入った。オッケー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 、うる、今の良かったんじゃないですか、攻撃。うよいよい、押せ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 。攻撃の手段を許すな。うわー、やっぱバカー人類、なんということをしてくれる。いたたたたたた、ほら、こんなことになっちゃう。邪魔しやがって。今だ、よし、撃ち落とせ。オーケー。あ、このミサイルはこれキングギドラに行くな。よし、いたたたたた、俺にも来たぞ、おい。でもかなり今リードしてる。やばい、よっしゃ、負けんな負けんな。よっしゃ、いけ、くわー、よっしゃ、キングギドラ細胞確保。よかった。よし、じゃあ次の目標は、データ採集ですね。頑張りましょう。どういう視点なのか。あ、いいね、この視点もなかなか。はい、よし、第9部隊。そう、あと2つか。間違えて踏まないようにしなきゃ。ジェネレーター、向こうか、ちょっと行っちゃおう。おーとととと、誰か突撃してきたな。そういえばゴジラファイナルウォーズでも最後ケイン小杉さん演じる主人公がね、こうなんだろう、敵のね、なんだろう、大事な重要の重要な、なんだろう、なんていうのかな、あれは場所があるんですよ。その敵の戦艦の弱点的なね、そこに最後もう特攻するんですよね。俺あれかっけえなーと思って、小さい頃思ったんです。さあこれでポイントたまるかな、きっと。オッケー、あ、いいね、今の絵、方向の瞬間。さあ最後は、さあどこかに現れてくるジェネレーターをほど滅ぼせばいいんだな、落とせば。どっから来るか、
あ、今このタイミングで話せばよかったのか。変態飛行を組んでる敵に向けてしっかりとちょっとこの撃てれば。いや、そんなことしてるとディザスターレベルとも、あ、後ろいた。さあ上がってこい、くらえ。よーし、今の気持ちよかった。直撃ですよ、直撃。ふぅ、オッケー、このミッションは完全に成功ですね。うわ、ついにあの高須政権もちょっと弱気になってきましたね。破壊率 0% ってなかなかいいと思うんですけど、まさか成長しなかったんだけどね。さあ、次回は、そうだね、これで、エリア17になるかどうかってとこですね。ということで、お楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメント、お待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。